この村にも、とうとう、ドロシー、裏山に逃げるんだ。お前は一体何者だ。ただの人間がなぜエテリアを支配している。てめえ、いい面しやがんな。おい、今だ、目を喰らえ。レクス、私の右足やレオンの左腕を覆っているのがレクスだ。エテリアを吸収して実体化させる能力がある。僕も一緒に連れてってくれ。妹、村のみんなを救いたいんだ。これがテオロギア。あら、あんた知らなかったの？ただの人間がエテリアやレクスを使えるわけないでしょ。あんた、神々に作られた人形なのよ。神々は世界の柱であり、秩序なのだぞ。貴様ら、世界を滅ぼすつもりか。僕は助けたいだけだ。妹、村のみんなを。全く予想外だ。あの状況で3人とも生き延びるとはな。てめえこそ分かっちゃいねえぜ。なんでオズが3人なのかってことかな。我々はもうオズではないのさ。15年前に仲間を失ってな。私はここで希望を守ってきた。その希望を君に。オズの名において僕たちの未来を守る。